アランチャ・ゴンサレス・ラヤは、スペイン・ギプスコア・県産セバスティアン出身の放送。出生名は、マリア・アランサス・ゴンサレス・ラヤ。2020年から2021年にかけて、民間人閣僚として、第二次、サンチェス内閣の外務、欧州連合、協力外務大臣を務めた。1969年に、バスク地方のギプスコア・県産セバスティアンに生まれ、 ギプスコア県トローサで育った。ナバーラ州のナバーラ大学で法学を学んで卒業し、マドリードのマドリードカルロス賛成大学で EU 法を学んで修士号を取得した。まずはドイツの法律事務所に勤務した。2002年から2005年には欧州委員会で貿易に関するスポークスパーソンを務め、またパスカル・ラミー貿易担当委員のアドバイザーを務めた。 2005年から2013年まで世界貿易機関の事務局長を務めたラミーの主席補佐官を務めた。また G20 のシェルパ会合にも出席している。2013年9月、スイスジュネーブにある国際貿易センターの事務局長に就任した。2020年1月13日、スペイン社会労働党の第二次サンチェス内閣で外務欧州連合。 協力外務大臣に就任した。2021年7月の内閣改造で退任。ゴンサレスはスペイン語、バスク語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語の6言語を話すことができる。カタルーニャ独立運動については、スペインの団結や、両者の対話を支持している。ありがとうございます。